こんにちは。歴ショックです。今回は、三河武士の象徴とも呼ばれる家康の老臣、鳥居忠義の生涯について紹介します。忠義は、今川氏の支配に松平氏が苦しむ中蓄財に励み、家康が戦に出れるよう、武具を整えたエピソードが有名です。しかし、実際の忠義は、代々三河の水運を担う松平家中切手の富豪で、その詳細を生かし松平氏を支えていました。商売を通じて全国に情報網を張っていた鳥居氏は、情報活動にも通じており、忠義なくして家康帰還前の松平氏は成り立たなかったと言えます。今回は、松平家臣団でも有数の富豪だった鳥居氏の出自、身銭を切ってまで家康の躍進のために尽くした鳥居忠義の生涯について紹介します。三河の水運を握り、独自の勢力を築く。鳥居氏の出自。鳥居氏はもともと、紀伊の国の熊野権現の神職、もしくは山伏を生業とする一族だったとされています。鳥居保元と名乗っていた鳥居重氏が、熊野大社の一の鳥居を建てたことから、鳥居氏を名乗ったと伝わります。資料によっては、源平合戦で、持ち人王の領事を諸国の源氏に届け決起を促した、源頼朝の叔父、源行家に従っていたとするものもあります。もっとも、それらの自席は、源頼朝の叔母にあたる鳥居善二の子で、第21代熊野別当を務めた丹蔵の自席と重なる部分があり、後世、子孫が捏造したものと考えられます。ただ、熊野にルーツがあることは確かなようで、鳥居重氏の子、忠氏は、熊野にある鳥居善二の領地を横領し、自分の領地としていたようです。しかし、承久の乱で後鳥羽上皇方に組み捨てたため、熊野を追われ、流浪の末に三河の国にたどり着き、以降、三河の国の住人として土着しました。三河の国の矢作の庄内にある渡り村に住み着き、地名から渡り氏を名乗り、鎌倉時代を生き延びます。南北朝時代には、渡り忠国が新田義貞に従って、満朝側として足利氏と戦い、軍功を挙げます。しかし、宇治島の戦いで新田義貞が戦死した後は新田氏の元を離れ、三河の国に戻り、鳥居に姓を戻し、以降は元の渡りの地で暮らしました。鳥居氏は、武士でありながら、商工業者としても成功していました。鳥居氏が拠点とした渡り村は、当時三河の国の水運で栄えていた、矢作川の岸辺に位置しており、その中でも下の渡りと呼ばれる渡し場があった場所です。鳥居氏は、この下の渡りにて、船で荷物や人を運ぶ船渡しや、陸上運搬を行う馬借など、水陸運送業を営んでおり、富を蓄えていました。鳥居氏の活動範囲は三河の国にとどまらず、全国に広がっていたといいます。商業活動を通じて全国にネットワークを築いていた上に、元は熊野の山伏出身であったこともあり、鳥居氏は諜報活動にも長けていました。後に鳥居忠義の子、鳥居元忠は、本能寺の変の際に、堺を観光していた家康にいち早く信長死亡の情報を届け、家康の危機を救っており、諜報活動は鳥居氏のお家芸となっていきます。そんな鳥居氏は、先祖代々松平氏に仕えていたわけではなく、忠義の代になって初めて、家康の祖父、松平清康に仕えた、比較的新参の家臣でした。松平氏は、家康が生まれる20年ほど前、清康が敵対する岡崎松平氏を下し、岡崎城を手に入れ、一気に強大化しており、この時期に忠義は松平氏に仕えるようになります。忠義は、松平氏に武力で制圧されたわけでもなく、松平氏に従わずとも、己の商業の力だけで生きていける実力はあったはずです。忠義は、松平氏に従うことで、鳥居氏のさらなる発展を狙い、鳥居氏の財力を松平氏にかけたと考えられますが、この後忠義は、沈みゆく松平氏のもとで、苦難の道を歩むことになります。死罪を投じてまで、家康の躍進にかける。桶狭間の戦い以前の鳥居忠義。家康の祖父、松平清康に仕えた忠義は、清康の三河平定戦に従うものの、清康は、1535年、織田氏との戦いで、森山崩れと呼ばれる大敗を喫し、24歳で亡くなってしまいます。後を継いだこの松平広忠も、織田氏、今川氏や、敵対する松平一族との戦いで衰退していき、
織田氏に敗北したことで嫡男の家康を取られてしまいました。やがて広忠は今川氏に助けを求め、今川氏配下の勢力として織田氏と戦うようになります。忠義も今川配下の松平軍の一員として各地を転戦するも、1547年には嫡男の鳥居忠宗が織田氏に通じた松平一門の松平信孝との戦いで討ち死にする悲劇に見舞われました。それでも松平氏に従い続け、1549年には今川氏が織田信秀を追い詰め、三河国の織田氏最後の拠点となった安城城攻めにおいて忠義は活躍を見せます。忠義は松平軍の中心となって、城から追って出てきた織田軍に槍一本で突撃し、安城城の城門を突破、城主の織田信広の捕獲に貢献しました。織田信長の兄である織田信広との人質交換により、徳川家康は織田氏の元を脱出し、今度は今川親類宗として駿府に送られることとなりました。岡崎城には今川氏が送った代官が置かれ、今川氏の政治方針のもと、筆頭重臣の安倍貞義や石川清兼らを中心に、両国支配が行われるようになります。今川氏は、当初は松平家臣団の解体を目論んでいたとされますが、家臣団が強固で果たせず、当主の家康を筆頭とした松平氏を、両国支配に利用する方針に切り替えたという経緯がありました。鳥居忠義は、安倍貞義の下で、奉行として、両国支配の実務の責任者を務めています。当時の松平氏は今川氏の庇護を受けている身で、今川氏への上納もあったことから、財政的にも厳しい状況にありました。財政難は、駿府の家康の生活にも影響し、家康が今川氏の要人に会う際の、清掃の準備にもことかくありさまだったとされます。この時忠義は、主君のために自ら自腹を切って衣装を用意し、駿府の家康のもとへ届けたという話が残っています。他にも家康が駿府から岡崎に一時帰国した際に、忠義が家康に苦しい生活の中でも米や武具、銭を蓄え戦をする準備ができていることを示し、家康が感謝したという逸話も残っています。しかしこれらの財産は実際は家臣の倹約で貯めたものではなく、矢作川の水運を握っていた忠義の才覚で稼いだものだったとされます。忠義は鳥居氏の生業である運送業で松平氏を潤し、時には身銭を切ってまで苦境の松平氏を支えていたのです。家康が駿府にいる間の松平氏は、筆頭家臣の安倍貞義と実務のトップ鳥居忠義によって支えられており、安倍貞義の死後は忠義が松平家臣の信頼を一手に集めていました。忠義は三河の留守を預かる一方、駿府にいる家康のもとに三男の鳥居元忠を送り、そばで仕えさせており、鳥居氏を挙げて家康を支えていました。もちろん忠義の松平氏に対する忠義はあったでしょうが、金銭面も含め忠義は他の家臣は比べ物にならないほど松平氏に尽くしており、それだけ松平氏復活にかける思いは強かったのでしょう。松平氏が今川氏の一配下の地位に落ちても支え続けた忠義は、家康の躍進によってついに報われる時を迎えます。20年以上の苦難を経てついに報われる鳥居忠義の最後。鳥居忠義は1560年の桶狭間の戦いでも今川軍の一員として出陣した家康に従い、織田信長と戦います。忠義はすでに高齢の域に達していたことから、桶狭間の戦いでは前線には立たず、友軍として味方の援護に回っていました。桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にした後、家康は岡崎城に戻り、同じ三河の国の勢力である吉良義昭との戦いを進めます。この戦いに勝った家康は吉良義昭の身柄を岡崎に移し、忠義は吉良氏の居城であった東条城を任されました。吉良氏との戦いの前後から息子の鳥居元忠の活躍が目立つようになり、長年松平氏を支えてきた忠義はようやくこの頃に第一線を退けるようになったと考えられます。それでも老臣として家康を支え続け、1563年に起きた三河一向一揆では、各地に出兵する家康に代わって岡崎城の留守を預かり、混乱する家中をまとめ一揆軍と戦いました。一向一揆を抑えた家康は今川氏との戦いも優位に進め、やがて今川氏を滅ぼし、
三河は遠江二カ国を領し、押しも押されもしない戦国大名へと成長します。躍進を続ける家康を長年支えた老臣として、忠義の名も当時から全国的に有名になっていました。忠義は朝廷とも関わりを持ち、1569年に家康が朝廷に後奈良天皇十三回忌法要の費用を献上した際には忠勤を褒める書状を忠義が受け取っています。朝廷の取り次ぎを務めていた山科時次はこの時に忠義とのやり取りを日記に残しており、家康の財政担当として忠義の名は朝廷にも認知されるまでになっていたのです。忠義はそれから3年後、三方ヶ原の戦いが起きる9ヶ月前の1572年に80歳前後で亡くなりました。忠義の後は息子の鳥居元忠が継ぎ、幼い頃から共に過ごしてきた家康の厚い信頼を受けた元忠は、三河武士の鏡と呼ばれる活躍を見せます。元忠は、関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いで、わずかな兵と共に西軍に立ち向かい、命を落としますが、元忠のこの鳥居忠政は、父の功績もあり、山形藩24万石の大名にまで出世を果たしました。忠義が身銭を切ってまで、落ち目の松平氏に尽くした結果、鳥居氏は徳川家の天下のもと、孫の代になって大きな果実を得ることとなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。